こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。ライナーを出たところからですね。待ってってば。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。粗大ゴミ置き場で何するんでしょう。その銃デイビッドから盗んだんでしょ。この町の住民はみんな武装してるの。クロエ嘘つきですね。私も銃を持つんだよ。そんな革命家みたいに言われても。マックスの力こそ革命だよ。だから使い道を見極めなきゃ。飲む。いらない。お子ちゃまだな。全然変わってない。クロエもお子ちゃまですよ。よしやるか。まず空き瓶を5本集めてよ。飲みながら。危ないよ。大丈夫だって。空き瓶を5本な。よろしく。瓶集め、めんどくさそうですね。よし、どこを狙う。右。もうちょっと右。了解であります。すっげえ。見たかよ今の。見たよ。やべえ、上がる。よし、2本目だ。ちょっと待って。また鼻血、大丈夫か。無駄遣いするから。ちょっと気分が悪いかも。マックス、治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。元に戻ってよかったけど。とりあえずクロエと話そう。銃を手に持っても全然リラックスしてる。いや、悪巧みの最中か。銀行でも襲う計画かな。さっき見てた人。なあ、こいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。銃声が聞こえたもんだね。火遊びとは微笑ましい。ガキの頃を思い出すぜ。一緒に住んじゃねえよ。同類だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ？金は返す。みんなそう言うんだ。どれくらい借りてるんでしょう。お前何隠したんだ。見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ。ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だがそれはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔する。さあ、切り刻まれてか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。スタンドバイミーでこんなシーンありましたよ。どうしたんだ。撃ってみろよ。笑かすぞ。全く飛んだ茶番だな。いい獲物だ。これで利子は帳消しにしてやるよ。よかったね。いいか、残りは金曜までに用意しろ。出なきゃもらったこの利子で取り立てるぞ。それじゃあ仲良くな。どうしてくれんだよ。ごめん、体が動かなくて。撃たなかったの責められるの。姉さんに襲われたらどうすんだ。クソ親父からもう一丁盗むのはさすがに無理だぞ。銃をフランクに渡しちまうなんて信じらんないよ。また怒ってる。じゃあ私どうすればよかったの。怒ってない。期待を裏切られるのもすっかり慣れ。マックスの能力があって、せっかくご信用だったのに。お金に困ってるならギャンブルでしょ。私がいるから大丈夫。競馬とかなんかあるでしょ。よかった、ありがとう。でもクロエ、なんでフランクみたいな怪しい人と関わってるの。クロエらしくないよ。少し休もうか。クロエらしいですよ。別世界に来たみたいだろ。ずっとここにいたくなる。昔みたいに秘密基地を作って閉じこもりたい。フランクに見つかっちまったから新しい別荘は必要だな。少しは落ち着いたか。ブ
スーツ捨てれば抜けますよ。電車が来る。まずい。死にたくない。何か使うんですね。私の細い腕じゃ引っ張り上げられないよ。どこ行けばいいかわからない。マックス、急いで。ケツと足に木のトゲがぶっ刺さったよ。もうちょっと丁寧に助けろって。あの電車の進路も変えちまったし。シーラね、人気のない静かな穴場で朝を過ごした感想は？クロエと遊べて楽しかったけど、授業始まるまでに学校に戻らないと。命の恩人のためなら喜んで運転手をやらせてもらうよ。でもこの力いつまで持つかわからないよ。関係ないよ、私たちさえずっと一緒なら。クロエがマックスの力をギャンブルに使うの思いつかないのはちょっと不自然ですね。送ってくれてありがとう。遅刻せずに済みそうだよ。こっちこそ。退屈じゃなかったか？もうさっきのこと忘れたの？なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。きっと竜巻も。どうかな。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。全員に話してみましょう。ボルデックスクラブのパーティー、ケイミも行くの？また後でな。落ち着くんだ。もうほっといてください。正直何もしてくれないんですか？ケイト、僕の立場も分かってくれ。私の立場は分かってくれないのに。どうしましょう。ケイト、もうほっといてよ。ダメですね。ここに座ってたらマックスは。ビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。私と親友になれたとでも思ってた？思ってないよ。ただのかまってちゃんだからな。何でもいいけど、そこどいてくれる？このわがまま二人が仲良しなのは不自然ですよ。一人でもすればいいか。てめえ、覚悟しとけよ。絶対衝突するでしょう。何なの？モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮する。まあ厳密には。おい、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな勝手に席を立つんじゃない。まったく先生尊敬されてない。信じられない。火事、やばいことになってるぞ。そこまで思い詰めることないのに。ケイト？ケイト！ごめん。どうしよう。助けないと。死なせない。絶対に。また？なんでこんな時に。どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。カジノで使いたいけど。ケイトを見殺しにはできないし。行かなきゃ、早く。行かなきゃ。前へ、前へ進まないと。時間止めるのは初めてですね。止めておけばいいのに。ああ、マックス、何しに来たの？来ないで、なら飛び降りるから。そんな、力が使えない、巻き戻せない。失敗したらおしまいだ。マックス、私本気だよ。それ以上近づいたら飛び降りる。分かったから、落ち着いて。ここならいい？ケイト、私と話そう。ごめんね、マックスは悪くないよ。デイビッドを止めてくれて嬉しかったけど、もう何もかもどうでもいいの。
殺は罪なんだよね。そんなことしたら本当に地獄へ行っちゃうかも。そんなのダメだよ。同じことでしょ。どうせ生きてたって地獄なんだから。ダメ。あ、デトロイトの体験版ではうまくいったのに。姉さんが悪い。ケイトはパーティーで姉さんに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。俺に？お前大丈夫か？ちゃんと動画を見りゃ一目瞭然だよ。本人完全にノリノリだったの。それだけじゃない。病院に連れてくってケイトに嘘ついたでしょ。連れてくつもりだったけどすぐ落ち着いて結局行かずに済んだんだよ。あのパーティーでケイトに何かあったのは間違いないよ。女子トイレで銃を持ってたことはどう説明する気？名誉毀損で訴えるぞ。この学校も一緒に訴えてやる。弁護士だってもう雇ってあるんだ。姉さん、そのぐらいにしておきなさい。銃の件はすでにマックスから聞いた。残念ながら例の動画についても複数の人物から報告を受けている。俺も報告した。姉さん、君は普段の動画にはっきりと映っているばかりか。パーティーの主催者という立場でもあるね。以上を踏まえ、君をしばらく停学処分とする。ご勝手に後悔するぜ。退学にしましょう。ウェルズ校長、そろそろマックスと姉さん。未だに信じられないよ。ケイトがあんなことするなんて。幻を見てたような気分。助けられると思ったのに。スーパーヒーローみたいに。マックス、自分を責めるのはやめろって。ケイトのことはマックスのせいじゃない。君は悪くないよ。手届かなかった。マックスはすごいよ。屋上へ行く勇気があったのは君だけだ。みんな何もできなかった。でも助けられなかったら意味ないよ。他の誰かが止めてくれてたらこうなってなかったかも。君にしかできなかったよ。ウォーレン、私って本当にダメだね。バカなこと言うなって。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それからネイサンとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、ありえると思うよ。昨日の姉さんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。太陽がどんどん欠けてく。日食。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う。間違いない。どういうこと？わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。これでエピソード2が終わるんですね。ケイトの件もそうですけど、なんかいろいろ理解が追いつかないんですよね。らしいんですけど、ちょっとこれ以上進められるか不安ですね。謎が多いってことよりも、この時点でまだゲームを楽しいと思えないってことは、自分にはこのゲームは合わないのかもしれませんね。どうしましょう。パラレルワールドで写真を回収しましょう。はい、写真を回収してきたんですけど、ついでにあの屋上で違う選択肢を選んだらケイトを助けられたんですよね。なのでちょっとだけ戻ってケイトを助けます。
この場合はこれかな。信じられない、やばいことになってるぞ。ごめん、バカだった。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。うまくいきました。知っていることをすべて話しなさい。姉さんが悪い。ケイトはパーティーで姉さんに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。ビクトリア泣いてるの？それを姉さんが慰めるの？1回目の時ぼーっと見てたから気がつきませんでした。これは銃を取った人ですね。ケイトが飛び降りようとした理由もよくわからないんですよね。理論。ケイト！相変わらずせっかちだな、クロエ。言ってあげるか。うさぎがいましたね。お腹空いてるの？ほら、ご飯だよ。ここまでする必要あるの？ケイトは生きてるのに。偽善者ばかりだ。レーナ起きてる。ねえレーナ、大丈夫？ケイトに。ホタル。クロエが校舎の前で待ってるはずだ。逃げちゃった。ウェルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。今のところはな。どうすればいいんでしょう。嫌な日だ。また優等生を失うところだった。ケイト・マーシュはいっそ町を出てくれないだろうか。自分の失敗を教育のせいにしたがる父兄の相手なんかしてられるか。愚痴ってますね。あんな姿を誰にも見られなくてよかったね、私以外。どいてほしいんですけどね、校長先生。マックス、こそこそするならもっとうまくやりなさい。この時間は外出禁止だと分かっているだろう。あ、すみません。
ケイトのことを考えてたら落ち着かなくて、その外の空気が吸いたくなったんです。いや、いいんだ。君がケイトと一緒に降りてきた時に、彼女はもちろんそうだが、学校を救ってくれたと思ったよ。だが夜出歩くのは別の話だ。部屋に戻ってゆっくり休みなさい。困ったな、どうやって通り抜けよう。時間戻すのかな。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。ドア？夜の学校。びっくりした？まさかちびってないよね。クロエ、ふざけないで。今日は大変な一日だったんだよ。友達が屋上から飛び降りるのを止めたりしてさ、ちょっとは考えてほしいな。ごめん、でもすごいじゃん、友達を救ったんだぜ。驚くなよ。ほら、学校の合鍵クソ親父からくすねてきた。ほんと感心しちゃう。とはいえこれ以上問題を起こしてほしくはないけど。こんだけ問題だらけの街だ、今さらどうってことないだろ。やるっきゃないのさ。あ、ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょ。校舎に入って何するの。ポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございます。クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが、気が散っていてすまない。今日はいろいろありすぎた。そうですね、何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。最悪の事態にならなくてよかったよ。ケイティが飛んでたらどうなってたか。ケイティ、君たちそんなに仲が良かったのかい。嘘ばっかり。それより日常ヒーローコンテストは中止になるんですか。いや、コンテストは実施されるし、先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらない。マックスの写真以外は揃ったんだが。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それにまだ優勝者を決めてない。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰も悲劇だなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ、寮に戻りなさい。待って、私は。全然ダメでした。冗談じゃないわ。ビクトリアガンガン攻めたのに残念。ありえない。性格悪いのバレちゃってますね。ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの。大変なことになってんな、本当に。マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ、フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。校長室に何かあるんですね。何もなし。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、何かいい方法考えてくれ。合点承知。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？真打登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よし、それはダメでしょ。火をいただけるかしら。やりすぎですよ。たまんないぜ。さあ離れて。大問題になりますよ。クロエはともかく、マックスもバカっちょなの。マジ最高。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。どうするよ。時間を戻して警報装置の電源を切ると。
こでしょう。探すのめんどくさいですね。攻略サイト見ちゃいましょうか。真打ち登場。この能力を思った以上に応用できますね。絶対開けてマックスに嫌味言ってやる。もうどうなってんだよクソ。どうぞ上がってって。魔法かよ、どうやって入ったんだ、教えろよ。友達のおかげかな。よし早く始めよう。力に頼れるのはここまで。はあ、マックス、ちょっとこれ見てみろよ。レイチェルが麻薬を所持していると姉さんが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイサン・プレスコット三世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイサンの本当の記録を金でもみ消したな。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。とりあえず盗みはダメですよ。本当に障害者基金を盗むつもり？フランクに借りがあるのは知ってるけど、いざとなれば私の力で守るから。札束にも魔力があるんだよ。でもマックスの言う通りだ、多分。そうと決まったら早く行こうぜ。嫌な予感がするな。人泳ぎだ。今ならプールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？いろいろあったし金も諦めたんだ。ブランクに殺される前に少しくらいハメ外したっていいだろ。ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。行こう。あ、いいノリだ。だんだん染まってきたな。コーヒーと水泳、いい組み合わせ。いつの間に着替えてる。覚悟はいい？マックス。マックスはどうやって入るの？最高、お風呂みたい。お金をみすみす置いてきたことだけが心残りだけどな。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな。ちょっと、悔しかったら来いよ。子供なんだから。せーの。うわ、カワウソ発見。ジャン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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。雰囲気はいいんですけど、とにかく CG が残念ですね。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。ズルだ。ズルってそれクロエが言う？レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を会わせたかったよ。きっと会えるよ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。やばい。戻せない。どうやって逃げるんでしょう。逃げるよ。道を探さないと。警備員は何？避けてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらヤバいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？本気？乗って。早く。チャラ。やったぜマックス。私たち最高だ。ドキドキした。見られてますよ。
今日はもうお時間来ちゃいましたね。ここまでにしておきましょう。というわけで、最後まで見てくださりありがとうございました。